ショートストーリーズ第18話、私と稲荷神との出会い。これは私と稲荷神との出会いを語らせてください。しかし私と稲荷のイメージがかなり悪く、こんな展開になろうとは思ってもみませんでした。私は一時期工場で働いたことがあります。本業とは畑違いになります。普段は単独で行動することがほとんどですが、工場の場合、働く部署によってにもなりますが、組織での作業が要求される場合があります。私は当時お菓子工場で働いていました。私は甘いものが大好きで、お菓子工場という言葉の響きでここで働くことになったくらいです。前職も食品関係の仕事でしたが、私が配属された部署は精肉関係で、工場内の気温が常に冷に保たれているところです。この中で1日8時間くらいいて作業することになります。とにかく寒いのですが、作業すると額から汗が滝のように流れ出てきます。ちょうど炎天下の中で作業しているみたいです。しかし、ここは室温0度です。私は汗をかくと自然と乾くものだと思っていました。しかし、0度の世界では液体が蒸発できないのです。ですので、ずっと汗のままとどまることになります。それを初めて知りました。それと、ずっと寒いので体の芯まで冷えてきます。皆さん、氷を素手で持った経験ありませんか？氷を素手でずっと持っていると、指先が痛くなってきます。あの指先に来る痛みが1日中続くイメージです。私は血行が良くないので特に指先の血行が良くなく、足の指を見て自分で驚いたのですが、真っ白になっていました。全く血が通っていないとそうなるそうです。あと、足をびっこ引きずりながら歩いてました。もしかしたら、このまま足を引きずりながら歩くようになるのも嫌だったので、やめました。今度は寒くない職場を選び、お菓子工場で働いていました。私が配属された職場は焼き菓子のところでした。クッキーやラスクのコーナーでした。個人的にはクッキーが好きでした。焼きたてのクッキーは絶品でした。ホクホクしながら食べるクッキーはここでしか経験がありませんでした。しかし、新たな問題が発生しました。前職では室温0度だったのですが、今私がいるところは焼き菓子部門、オーブンが焼き菓子を運んできます。夏場の室温は40度になります。今度は寒くはないですけれど、暑いです。非常に暑いです。例40、何と言いますか、これはまさに私の人生そのものと言っていいくらいです。私の人生は常に極端になっている気がしました。気をつけないと熱中症にかかってしまいます。毎年救急車が来ると聞いたことがありました。前置きが長くなりすぎてすいませんでした。私は自宅から隣町の工場に通う途中に稲荷神社があります。京都伏見の系列だと思います。いつものようにここの稲荷神社にも通勤途中に、心でいつもここの地を守っていただきありがとうございます。と言い続けていましたら、ある日に親代から巫女さんが外に出て私をじっと見ていました。これはしばらく続きます。毎日私がここを通るときは必ず巫女さんが私をただ見ています。これは仕事帰りの道中での出来事になります。いつものように稲荷神社の前を通ったときに心で感謝してから通り過ごそうとしたら、この巫女さんが私を追いかける仕草をしました。服装は巫女さんの姿でした。とても寂しげな表情だったのが、とても気になりました。いつも寂しげな表情をされていたので、聞いてみました。話し相手がいないので、つまらない、ということでした。神様でもつまらないと思うんだと感じました。だからずっと一緒にいてほしいと、私はあまり深く考えず、
なぜかそれに承諾してしまいました。その時の稲荷神の嬉しそうな顔が印象的でした。巫女さんの姿をしていますが、ここの神様だったです。知らない間に巫女さんの赤い袴が白色に変わっていました。それ以降、ここの神社の前を通る時の感謝が、ここの女神様とのお話し会に変わっていきました。まあ、本当によく話す神様だと思いました。一方的な話しまくる感じで、私はただただ聞いてうなずいているだけ。話のほとんどがここの氏子さんの話です。どこどこの誰々さんの家にやっと子供が授かったとか、どこどこの誰さんが学校に合格しただのを本当に嬉しそうに話します。嬉しそうに氏子さんの話をする女神の表情を見ているのが楽しいです。